良い子の皆さんこんにちは、悪い子ちゃんもこんにちは。今日はクバタルのお友達を弾いてみるの歌、ミュージック女の歌。通常左手は利き手では、なかなかメロディーを弾くというのは本当は難しいのです。左手を鍛えるためには指の練習を簡単な曲でユニゾンオクターブで練習することをおすすめします。利き手でない左手でメロディーを弾き、右手でアルペジオ伴奏を弾く、いろんな奏法がありますが、交互奏にオクターブ、平音記号の音、下線の多い曲も少しずつ独譜力に初見力を身につけることで多彩な曲を弾くことができます。諦めずに少しずつ簡単な曲から曲をアナリーゼする、個人の能力や適性に合わせて優しく分かりやすく楽しい指導を心がけております。良い子の皆さんも悪子ちゃんもきちんと宿題も忘れないでね。